安川隆に1月22日から2009年7月10日は、日本の実業家。安川電機の創設者安川大五郎の次男として、福岡県北九州市に生まれる。1940年、東京帝国大学を卒業後、安川電機に入社。1972年、いとこである安川博の後を受け、安川電機の四代目社長に就任し、 産業用ロボットの開発を推進した。1985年、創業海外で初となる菊池勲に社長を譲り、会長に就任。1988年に会長を退き、特別顧問を務めた。また、1982年から1983年の間日本電気工業会会長を務めた。1986年には、 君に当随法省を授与された。2009年7月10日、老衰のため93歳にて死去。安川刑事の祖父、安川啓一郎は、安川財閥の創設者。父、第五郎は、啓一郎の三男。外交官の安川総は、刑事の兄で、国文学者の安川貞夫と医師で、生島家の養子となった、生島名は、啓治の弟。 ピアニストの安川和子は、佐田尾の妻、地球物理学者の坪井中二は、行島名の義父。ありがとうございます。